100週間後に巨大化するペットたち、こんにちは、ゼロマルです。土曜日はシルバーアロワナの武蔵。先日ダンボールが僕の家に届きました。中を開けると大量のビッグカーニバル、なんと10袋も入っています。僕がいつも動画で激推ししているこのビッグカーニバルですが、食いつきよし、栄養素もよし、食べ残しも崩れにくく、水が汚れにくいと、いいところたくさんなのよ。それで特に驚きなのが使用原料、研究に研究を重ね最高の比率で構成されているんだけど、超驚きのあるものが入っています。魚の餌には結構普通に入ってるらしいんだけど、ここでクイズ。アロワナの餌ビッグカーニバルに入っている驚きの原材料とは何でしょう。1ビール酵母、2牛の骨、3かぼちゃ。それではシンキングタイムスタート。答えは測定の後ということで、第51周目の測定いきましょう。まず武蔵から、先週の 49.0cm の線から伸びておらずステイ、プラスマイナス 0cm、 最近伸びていたので残念です。さて、コメント計測、まずはハクから。ハクは先週の 50.0cm の線と1つ目の点の間くらい、線を書いて測ってプラス 0.2cm の 50.2cm。 ハクは毎度少しでも伸びてくれるね。最後に銀も、先週の 46.9cm から同じように測って 47.3cm プラス 0.4cm。 古文はまだまだ伸びるという感じですね。もう今は身長というより太さが伸びてきている段階です。新しい子お迎えしようかな。それではクイズの答え、正解は1のビール酵母でした。当たったかな。もう僕もほぼ毎週お世話になっております。なるほど、魚を酔っ払わせてアルコール依存症になって、この餌じゃないと食べられなくなるのね。なるほどなるほど。違いますよ、ビール酵母にはアルコールは入ってません。そうなの。じゃあなんで入ってんの。ビール酵母には栄養素がたくさん入っていて、魚だけじゃなく犬や猫、人間の健康食品に幅広く使われているんです。へえ、そうなのか、初めて知ったや。よし、じゃあいっぱいビール飲みます。いやいや、それはまた話が変わってきますよ。次は火曜日、ケズメリクガメのたわしを測定していきます。お楽しみに。バイバイ。